アンコロフェス、まもなく始まるぞみなさん、こんばんは、アンコロフェスの時間がやってまいりました。本日も私、石川アナがお送りします。よろしくお願いします。はい。なんか、今日、私、チーク濃いか。今 <laughs>、自分、映った自分みたいな、なんか、顔赤くない?。ちょっと。 えどうですかちょっとなんか塗りすぎってる感あるな <laughs> セーフセーフ,セーフあスタッフさんからの OK が出たんで多分大丈夫です <laughs> ちょっと日焼けしたかなぐらいに思っといてください <laughs> はい今日はですねあの清水のエスパルスさんが「悔しかったよ引き分け京都に引き分けです」 いやー今日は勝てると思ったんだけどなこのアベイ勝てたらだいぶでかかったしねまたね順位がねちょっと落ちてきてしまってるっていうのが悲しいところなんですけどいやーでもねすごいね頑張ったとは思った。 すんごいまあほんと決めきってほしいっていうのはマジで思ったけどでもめちゃめちゃ決定機あったし,おしんしんもあったしみんな暑い中すごい頑張って走ってるなと思ったしまあとにかくやっぱりね「いうたかがいるからねもう強っ強っ,っ!」て思ったもうさゴール前でさうたかがさ持つたびにさもうヒヤヒヤヒヤってするんだけど。 ちょっとねみんな頑張って止めてくれたからよかったと思ってよかったもうだってね得点王でしょ今もうねバカバカ入れられるなんて全然言うたら清水では全然ありえることじゃんだったからマジ怖かったけどなんとか大丈夫だったね頑張って守備できててよかったなとは思いましたまたね次に向け次広島だね水曜日広島がありますのでまた応援したいと 思いますということでこちら説明していきます。まずは コロナ対策について、えー、演者スタッフの検温を行っております換気50分に1回行っています番組の入れ替え時スタジオ内全て消毒しています除菌機器を投入しています、えー、鳥越あずリり FM のスタジオには窓があります緊急車両のサイレン台東区の緊急放送がマイクに入りお聞き苦しい点はあるかと思いますがご了承ください <laughs> そしてそして 鳥越、えー、アズリ FM のこの番組が好きという方に朗報です番組の番組応援の会に入会することでスタッフルームからの見学やテレビ電話出演などあなたも番組に参加することができます詳しくはホームページよりお願いしますそして 番組へのご質問はこちらまでツイッターアットマークアズパン FMAZPNFM ですこちら生放送中も質問コメントなど読みますので随時募集しています、えー、番組中盤にあるサバ隊員募集のコーナーもございますので皆さんぜひぜひサバ情報を送ってくれたらサバ隊員になることができますよろしくお願いします早速 コメントありがとうございます。えー、サブさん、いつもありがとうございます。あんちゃん、こんばんは。えー、明日の朝食はサバのおにぎりにしたよと。お、もう買ってるんだ。すでにサバのおにぎり、明日うにいいね。最近ね、コンビニでもサバのおにぎりが結構入手できるからいいですね。えたけひこさん、こんばんは。いつもありがとう。えー、ほっぺたが赤いね。あ、やっぱり。<laughs> やっっっぱりいてまっちゃった <laughs> 赤いよねやっぱねちょっと赤ってかオレンジ多分ねオレンジ色のやつを塗りすぎた <laughs> <laughs> すいませんちょっとね酔っ払ってるみたいな感じだもんね全体的に赤くてなんかねあの今日もう準備する時にすごい暑いじゃんもう今なんかお風呂一回入ったのお風呂入ってから 使ってねお風呂使ってそっから準備し始めて割と時間に余裕を持って準備してたんだけど全然汗が引かなくてさお風呂上がってからもうだからお化粧バーってしててももうダラ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 汗も出てきちゃうからどんだけ抑えても無理みたいな状態だからさやっぱあの。 濡れてるところに粉のものを吹きかけるとべちゃってなるでしょ。お化粧もあれと一緒でね、あの濡れてるとね、どん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 化粧がべちゃってなってね、あのね、吸着してくっていうか <laughs>。だからね、な、ま、ん、あ、から基本もう無理だと思ったからベース塗らずにアイメイクとかだけして、こっちで直そうって思ってやってきたんだけど、多分こっちに着いたからもうまだ汗が引いてなかったのか、もうしっかりちょっとのしたつもりがしっかりついちゃうんだよね <laughs>。ね、こんな顔に <laughs>。 なりましたあなんか分かった通りで今日始まる前に自撮りしたらちょっといつもよりもれたなと思ったんだよね <laughs> 化粧濃いから <laughs> 漏れた感じしたのかもしんない <laughs> なるほどなるほどいやなんか昨日すごい雨だったんだよねあの停電はさ雨が関係してたのかなちゃんとなんかよくニュースとかは見てなかったけど神奈川の方の方とかは結構停電してるって言っててみんなね大丈夫でしたか 私のね方は全然まあ雨は強かったけどって感じでなんか何ていうんだっけあの帯帯状になるやつ <laughs> なんかあるよねなんとかなんとか状のなんかその雨降るみたいなさあれになるとすごいさ災害になりやすいみたいに言うじゃんそれって聞いてたからなんか結構心配してたけど全然起きたらもう普通に雨上がりって感じのなんかジメジメした感じだったからあこれくらいか っって思って思ねびっくりしたけどまあでも停電とかしてる地域もあるみたいだから皆さん気をつけてくださいえー、っとではではまずはスポンサー紹介からいきたいと思いますスポンサー紹介を忘れがちなのね <laughs> えまず、パルフェラッシュさんです。でこちらは、勝ち時にある日本初上陸のマツエークサロン。どんな方にも対応できるのが、このパルフェラッシュの魅力です。まつげが細くて、エクステがつけられない方、どうしてもつけまつげのような濃さを好む方、このパルフェラッシュをぜひ試してみてください。そして、ここはマツエークのサロンだけではなく、ブラックエックスラインという、医療版 M スカルプトのエステ版が導入されています。M スカルプトと同等の出力で、お値段はお安くなって EMS のように表面の筋肉を鍛えるのではなく電磁パルスによって約8センチまで深くエネルギーが到達するのでキレイ痩せ筋肉量アップが実現するということですえこちら男性女性どちらも対応可能となっておりますえインスタもあります皆さん是非是非フォローしてみてくださいこちらブラック X ライン私も体験しているんですがもう半年以上やっていってお腹お尻二の腕 えっと、太ももなんかもねいろんな部位ができるので男性はあの筋肉を鍛えたい方さらに大きくしたい方もいいです女性はもちろん痩せたいし綺麗痩せしたいという方にはぴったりですぜひぜひ、えー、パルフェラッシュに行ってみてください。<music> そして次がバッカスさんです。こちらバッカスさんのアメブロになります。えー、上の御徒町の駅から徒歩5分、お酒の種類が豊富で静かにしっぽり飲みたい大人な方に最適です。えー、こちらのバーはですね、ガールズバーにはなるんですが、カラオケがないので、女の子とおしゃべりしながら静かにお酒を飲みながら飲めるということで、えー、このブログもですね、スタッフの子が、 いろいろね、あの、プライベートなことも更新しております。ぜひ呼んで会いに行ってみてください。そして次が Vivi ビビさんです。えー、こちらも Vivi ビビのブロになります。岡、え、地、ー、町の駅から徒歩5分、去年の2月湯島にオープンしたばかりです。店内はシックな雰囲気なんですが、カラオケ、ダーツ、ジャンタクがあるアミューズメントバーです。えー、バッカス、Vivi ビビ、どちらのお店も アンコロフェスを見たよでなんとサービスが受けられるということなので皆さんぜひぜひ行ってみてくださいそして次が一般社団法人自社株マネジメントさんえこちらの会社企業の自社株に関するえ承継のマネジメントコンサルをしている会社ですその会社の理事長が出した書籍が今出ている事業承継マネジメント事件帳という名前の本です こちらの内容を簡単に言いますと、日本経済を支える企業、中小企業の多くが自社株の承継で失敗すると、企業の存続に関わるトラブルを起こしてしまいます。その時の課題を簡潔に導くコンサルタントとして活躍する著者が、わかりやすく小説自立で,で解説しております。こちら経営者の皆様は絶対に当たるような壁の問題ですので、皆さんぜひぜひ読んでみてください。 はい、今月もありがとうございますそう先週がね、Zoom での放送で言い忘れてたんですが、5月ですね、<laughs> 2週目なんですね、あっという間に、早いですね、5月。ゴールデンウィークも終わってね、もうお休み明けってなぜかこんなに、あれ サブさん、ありがとうございます、えー、三島ナナちゃんがサバアイドルと聞きサバ対決の YouTube をアップしているわた私じゃないえっ、ー、<laughs> 何それ私あの更新したよって聞いてないんだけど <laughs> あ更新されてるんですかもうでは皆さんぜひぜひ見てくださいねあ普通さあの一緒に出てる人とかいたらさタグ付けとかしない更新した時に。 聞聞いてない、いいててななそう、あのですね前回かなあのー、えっと三島菜々さんがですねここに、あのー、来てくれた時にあのその前に一緒に YouTube 撮ってきたよーなんていう話してたんだけどその時にその YouTube を撮ってたんだけどねあ、ちょっと全然今見つからないけど YouTube アップしてるらっしゃるので皆さん是非あの三島菜々の「菜々チャンネル」かなまあ Twitter とかから行ってみてください。 そうなんだそうなんだそうキキサバをねサバ隊長がね頑張ってねやったんだよねまあ内容は YouTube を見てね判断してください <laughs> まあまあまあ何も言いません私はまあ隊長ってちょっと抜けてるところがあるからね <laughs> フォローするならば <laughs> ということでお写真の紹介に行きたいと思いますまず1枚目はこちら ラーメン美味ししそうでしょうこれ私が作りました。<laughs> まあ、とか言って、作ったって言っても、あの、インスタントっていうか、あの、生麺だね。これ、あの、対象券、わかるかな対象券何店舗かあると思うんだけど、えー、っと、どこだっけ、これは。えー、っと、笹塚とかの方の。 んか本店らしいんだけどそこの対象圏に行くとあのテイクアウト用のやつが売ってて冷凍の麺とか具材とかあとスープがあってもうほんとこんなねボトルに入ってんのよボトルにもうスープ2人前が入ってて冷凍された状態でそれがテイクアウトで持って帰れるんだけどもうほんとにあのよくあるインスタントとかってやっぱり。 あの粉のスープだったりとか、まあ、液体でもこうやってジャーってかけて薄めるタイプとかだったりするんだけど完全にラーメンのスープをなんか再現してるので、ね、だからマジで美味しくてでそれをね,あのね結構前に買ってたんだけどもう家でグツグツ鍋の中にそれを入れて冷凍の,の器の状態で温めるでどん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 お湯で解凍されてそれをこう。 ね、あの中身がでも薄いとこと濃いとことあるでしょそれがいい感じになるようにこう2杯にこうやって分けて作るってやつなんだけど麺もだからそこの麺のやつでチャーシューだけかなチャーシューだけ別で買ってきたやつを載せてるけどすごい見た目がもうラーメンって感じにできて嬉しかった「中華そば」みたいなさ。<laughs> いいよねね私のね あの一個ねちょっとね思い描いてるのはあのサバのラーメンを作りたくてたまにあのサバ節のサバラーメンっていうお店もあるし普通のラーメン屋さんで期間限定で落ちたりとかすることもあるんだけど自分で作ってみたいって思ってもうどんだけ時間かかってもいいからさグツ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 寸胴とかでさ頑張ってスープ作ってさ美味しいサバラーメン作ってみたいなーって。 思い描い描てる <laughs> 相当多分時間もねかかるからいつできるかなって感じだけどまた作ったら紹介します。ということで2枚目いきたいと思います。えー、こちらですね先日ボクシングを見に行きましたその時の写真ですあーってあカンりがとうございます。 <laughs> そうあの後楽園ホールですね久々に後楽園ホール行きましたなんかですねあそうさっき名前も出てた私の親友の三島奈ナナがこの、えー、と選手の方が一人あの地元の友達らしくてそれであの久々にこの方が元世界チャンピオンかなんかなんだよねでなんかあの久々に日本で試合をするということで見に行こうかって言われて一緒に行って私はだから初めて だだったんだけどでもルールはさもちろん,なんかテレビとかでね見てるから大体は分かってるんだけど、まあ、8割って感じかな8割ぐらいはまあ分かってるけどもうでも全然普通にね楽しく見れましたあなんかなんだっけなあのラウンド数がさ多いじゃない結構さあのテレビとかでやるさビッグマッチとかってさ KO で終わったりすることが多かったりしてなんかあ こんなにラウンド数あるんだと思ってマジで体力えげつないなーって思ったさあの感じ私もあの全然遊びっていうかただのトレーニングだけどさあのキックボクシングのジムに行ってスパーリングとかやったことあるけどさ本当にちょっとで疲れるよねマジで30秒レベルでさなんかもうなんか全速力で走ったのかなっていうぐらい息がこうできなくなるっていうか。 本当にあれをさ8ラウンドもやってるってすっごいなーって思って8ラウンド9ラウンドちょっと待って違ったらごめんなんだけど <laughs> それぐらいねするよねでもねいやほんとすごいなーって思っただからなんかフラフラしててさこううわーってなったりとかしてもやっぱこう持ち返すじゃんアドレナリンもすごいだろうし集中力とかもだからなんか。 やってる最中ってどういう感じなんだろうとかをすごい思ったもうよくさ漫画とかの描写であるのはさなんかこうもう体はなんか無意識にこう出てるっていうか無意識に出てる中で、ま、なんか周りで変わって考えてることとかが頭の中のさことが出たりとかするじゃんあ俺今 なんんでここに立ってるんだろうとかさ <laughs> なんかあるじゃんそういう全然関係ない描写あれは漫画だけなのかな実際も何ていうのなんか何かに必死になってる時とかってさ一歩違うところでさすごい冷静になんかいろ,いろんなこと考えてたり逆に何かもう考えれずに体だけは動いてる時とかってあるじゃんなんかそういう感じになってたりとかもするのかなって思ってそれこそもう頭殴られたりとかしてぼボーっとしてるわけじゃんだから なんてうのあ本当だったらきっと次はこ,こういう攻めをしようとかおうでも多分考えてる隙もないぐらい早いじゃん次右出そうとかって多分ほぼ感覚的にやってることでは考えてるわけではないからとか思うと他に何,何かをこう考えてるんだろうなとか思ってすごいね気になったでもなんかあの漫画の描写はリアルなのかどうなんだろうとか。 思いました。<laughs> はい、次、3枚目。えー、ドンじゃじゃーんこれはもう、私がまた作ったね、唐揚げとチャーハンですね。もう、これね、あの、写真じゃあまりわかんないんだけど、マジですごい量。唐揚げもこんなん、あの、拳よりちょっとちっちゃいぐらいかな、私の。こんなでかい唐揚げが、この6つぐらいね、1人。6つぐらい。で、チャーハンもほんとこんなあの、 普通の多分よく中華料理屋である丸い形でポンって出てくるでしょあれの1.5倍ぐらいの量がある <laughs>。長いのよ <laughs>。<いよ> <laughs> ほんとね、なんか作りすぎちゃう癖があって。でも、この唐揚げも、あのー、 まあ平べったくくしてこれくらいの大きさ、まあ、まな板、ま、よりは全然ちっちゃいよねぐらいのあの胸肉だったんだけどそれを切ってね2人分にしようと思ったんだけど思った以上に多かったよね私はこれの全体的にちょっと少ないバージョンで唐揚げもちっちゃいバージョンみたいなのを食べてんだけどでもほぼ量的にはこれぐらいと変わんないぐらいは食べて。 いやすごい食べたなと思ったでもこの唐揚げがすごく美味しくできてねちょっとね唐揚げの天才かもしれないって思い,ました <laughs> なんかいつもなん,なんだろうあの決まった味で私作ってなくて、まあ、大体もう唐揚げだから基本は一緒なんだけどそれにちょっと味を 変えた感じに作ろうって思って今回はあの昆布だしをすごい多めにして昆布のだしが効いたようなちょっと和風っぽい味の唐揚げにしたいなーって思って作ってだからちょっとお醤油とかも多めにして作っては見たんだけどもやっぱでもちょっとコクが出る感じとあとちょっと甘みも増してすっごい美味しかった。めんさいって思って <laughs> それはと思って、んかね、すごいね、いろんな味の唐揚げをもっともっと作りたくなった。多分、そもそも唐揚げも好きなんだけど。まあ、揚げ物嫌いな人なんていないじゃんそれでだから、あ、今度は何をやろうかなとか思って悩んでる。でもなんか、いつもちょっとだけ揚げすぎちゃうところがあって、カリカリなのが好きだからとか思ってると、ちょっと揚げすぎちゃうので。 なんか苦味が若干出ちゃうのが私の唐揚げのだメ、ま、なところなんだけど <laughs> ちょっとまたねいろんなあこれはマジでやばいぞっていうレシピができたらあの詳細をちゃんとみんなに教えたいなって思いました唐揚げうまそうサブさんありがとう余ったらちょうだいえあ、ー、げたいほんとそれぐらいいっぱい作っちゃうからな <laughs> えっとサブさんおもう先に言っとくかなダジャレ ボクサーが子どもの頃将来の夢を言う時「ボクサー将来はボクサーになる」と言うでしょう。これはでも完璧なダジャレだねしかもこれ聞いたことあるなんかなぞなぞとかであるよねボ将来ん。ボクサーになりたい人は自分のこと何と呼ぶでしょうだっけなんかあるよねそういうのそれでボクサーって呼ぶみたいな懐かしいなそれ。サバラーメンも作ってみてあサばラーメンもねちょっと。 頑張ってねあの鶏鶏殻じゃないえとのそのサバ節とかサバのそれを集めたりするのが結構大変かもねちゃんとあとあのどうやってそのサバのラーメンを作ってるのかっていうのもしっかり調べてから作らないとなんかノリで作っちゃうと全然なんか違うものできちゃいそうだからねはい次がラスト4枚目です はいこちらですね、あのこの間載せましたが、えー、っとこの間2人でね、夫婦初ロケに行ってまいりました。なんかちょこちょこね、あの2人での仕事は増えてたので、何回かはやったんですけど、もうがっつり一日中ロケみたいな感じの仕事は初だったのでね、もうね、だいぶあの心がくたびれましたね <laughs>。くたびれたっていうんだけど、なんだろう、削られた <laughs> やっぱりなんかこうさ、あのー、なんだろうなもうバラエティー的なさことをしたり番組に出たりとかっていうのはさグラビアをやってる石川アナの時からさもちろんやってたはいたけどさでもそれでもやっぱりさ 私たちが出てるものって全然優しいし、こう、なんて言うんだろう、みんながこう、盛り立ててくれるし、まあ、とにかくグラビアアイドルの子という感じで出るからさ、可愛い,い感じの扱いをするじゃないまあ、いじられてもなんか言うて可愛い感じだからさ、そう、なんか、そんなに高いレベルを求められるわけでもないしね。面白いこと言うのは、MC をしてる笑い芸人さんとかさ、そういう感じだから、やっぱりね、あ、 バラエティ番組みたいなところにすごい行った時のあとほんとなんか体を張る系だったし暑い暑い中でやってたからマジでなんかこうフラフラしてあのこれは日差しのせいなのかあの自分のこのメンタルのせいなのかどっちみたいな <laughs> しっかりしろーと思って <laughs>。そううねあのもう 20代のね若いねやつじゃないんだからこれぐらいのねことで値を上げてちゃいけないと思ってね気合を入れ直してね頑張りましたまたこちらね放送日告知させていただきたいと思うので皆さん楽しみにしていてください, <laughs> い本当にね大変だっったたなでもすごい楽しかったああんかなんだろう やっっってみたかったたたかかこととかが実現した感じだったな楽しかったです。えっ、ー、とあと何喋ろうとしたあそうだねあとね練習をねこないだしたんだけどまたあのいつものフットサルの練習をねしてたんだけどその時にちょうどあのー。 別で一緒に練習してる方にあの密着ロケみたいなのが入っててねだからねちゃっかりそれにもね出させてもらった <laughs> すげえちゃっかり <laughs> なんかあのそれもねあの私もねどんな感じかなってあと多分なんかフットサルしてるところとかも撮ってたから。 なんかそれとかもなんか自分が太さるしてるとこってあの試合の時の動画とかですか見てないから客観的にどういう,うな感じでやってるのかなーっていうのも見たいなと思って私も楽しみそれもまたね決まるたら言いたいと思いますえー、とあっ武彦さん「唐揚げおいしそうだねちなみにお昼から揚げでしたいいねからげ唐揚げおいしそうだったでしょちょっと。 ほんとあの唐揚げのお店開けるんじゃねって思った <laughs> 多分あの甘い自分に甘いから <laughs> なんだかんださ自分で作ったものって美味しいよねこう特にあの作業工程が長いものとかあのそういうものにの方がもうどんだどんどん断然おいしい <laughs>、ね、サブさん一回り以上年が離れてるんだよねあそうですそうです10 旦那と14個違うからね。一回り以上だね。だからなんだっけあのそれこそ旦那さんが売れ,て売れ出した頃30ぐらいで売れ出した頃私は、えー、と中学生中学生にもなってないのか中学生か中学生とかそんなぐらいだったからね普通にテレビで見てた人だよね。<laughs> そう今日もねあのねブログには書いたんだけどあのねラグーを作ってたんですよラグーってなんか軽く調べたんだけどあの煮込み料理のこと全般をなんかラグーっていうらしくてだから何でもかんでも煮込んでしまえばラグーでいい,らしい,いらしいんだけどよくあるのはラグーパスタとかじゃんなんか和牛のラグーパスタとかさそういうのあるじゃん私なんか勝手に。 さあ羊とか羊のお肉とかだと勘違いしてたの <laughs> 教師ってあめっちゃ恥ずかしいって思ったけどでなんかそれをねお昼にお惣菜屋さんのパスタ買って食べたんだけどなんかすっごい美味しかったから自分で作りたいなと思ってでちょうど家にも野菜だのなんかお肉だのいろいろ余ってたのの整理しつつラグー作ろうと思って作ったんだよね。まあ、あの詳しくくはブログを見てくれたらいいんだけどももう,、ねもう とにかくあの煮込むのがね結構大変でやっぱあの焦げちゃうからすごい弱火でじっくり煮込まなきゃいけなくてでもあの野菜だからさスープもいっぱい出るしそこにさらにあの赤ワインとかありがとうございます赤ワインとかも入れて水分をいっぱい入れるんだけどそれを全部じっくりじっくり煮込んでギュッと凝縮させて美味しいってやつだからもうずーっとだから煮込んでたんだけど全然水分飛ばなくて。 で結局あのか出てくる直前まで火をねかけてこうやってねちょこ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 ね3分おきぐらいに混ぜては様子を見てって繰り返してたんだよねだからまだ味見してないからちょっとドキドキ多分まあもう一回帰ってから火かけて23時間ぐらいもうやればさすがにできると思うんだけどねそれも結構楽しみ。 ななんか昔あれいつだっけなクリスマスかなクリスマスマに自分のねなんかその時一人のクリスマスだったの <laughs> 一人ぼっちのクリスマスでなんかクリスマスっぽい豪勢な料理を作りたいって思って自分でなんか何だったっけな結構難しい煮込み料理をね作ったんだよ。あの 赤ワインのなんかほほ肉をなんか赤ワインで煮るみたいな <laughs> 時間のかかるやつねそれもでそれをだから24日の朝から作り出して23日の夜に具材を買っといて24日の朝から作り出してその日の夜ディナーとして食べようって思っちゃうんだけど全然お肉がね柔らかくならないのねきっとなんか柔らかくなる下処理みたいなのが甘かったんだと思うんだけど 全然柔ららかくならなくななてで結局24日の夜になってもまだ完成しなかったからとりあえず確か1人でピザかなんか取ったんだっけなで1人でさ寂しく食べてワインとか飲んでさ寝ちゃったんだよねそしたらさ焦げてさ夜中にさ。<laughs> うあの全然あの超弱火だったしあのなんか弱火で煮込み続けると勝手に火が消えるようなガスのやつだったから火事とかは全然大丈夫だったんだけど夜中2時ぐらいにァって目が覚めてあれと思って私寝てるみたいな <laughs> それキッチンの方から焦げ臭い匂いしててさもうそこまで1ほぼ1日かけて煮込んだのにもう下の方のソースのとこがこびりついてて。 ってなんてだからもう悲しかったけどもうなんとかって思ってこの表面の上っ面のソースをお玉ですくってさ別の器に入れてお肉も取ってこの下の方の焦げちゃった部分だけ削いでさもう一回ね別の器に煮込んでねやったんだけどね焦げの味がどうしても取れなかった <laughs> やっぱ焦げちゃうともう無理だよね全部に広がっちゃうというかね 悔しかったなあれはなんか25日のお昼かなクリスマスのお昼ぐらいにそのやつを食べたんだけどね焦げてんなーって思いながら <laughs> 寂しいクリスマスをね過ごしたその時はマジであれ悲しいねだからなんかもう寝ちゃうぐらいなら諦めて早めに火を止めるっていうことをしないとダメだよねあのうとうとしながらまだいけるとか思っちゃダメ。 あれは本当に失敗しましたねえー、っとあと何だったっけなあそうだ最近好きなものを教えてっててっ言われてたんですね最近好きなもの何個かあげてきましたもうでも今日もいっぱい話してたけどまず料理ですね料理すごいハマってるもともと料理好きだけど最近は結構なんか凝ったものとか作るのも好きでハマってるのとあとはあのね最近つば九郎にはまっててあのスワローズの,あのキャラクター つば九郎にはまってつば九郎のブログを読んでるのね。 自分があのアメブロ始めたってのもあるけどそれであの人のブログとかを読むようになってろうがブログをやってるからそれを読んでるんだけどなんかもうすごい可愛い癒されるまあでも私野球のことは全然知らないからなんか結構選手の話とかその日の試合の話とかそういうのとかをメインで載せてるんだけどたまにそれこそ全然違うようなことが載ってたりとかしてああこれですねすごい可愛い。 ほぼあのひらがなで書いてあるから読むのは大変なんだよね <laughs> そうだからこのなんか動物キャラクター部門とかあるのも笑えるよね <laughs> そうすごいかわいいこれをねなんか読んで癒されてるでプラスうちにあのつばくらのぬいぐるみがあって。 あの我が家ではそれを「つばく」っていうまあだローを取っただけの名前なんだけど「つばく」って呼んでるんだけど、まあ、つばくもいるからそれもあってそのつばくをこうなんかめでながらそのブログ読んであの話しかけたりしてる「<laughs> つばくろうがブログ更新してよ」とか言ってつばくあのぬいぐるみにねつばくに話しかけてね「うんそうかい?」とか言って人に <laughs> なくして。 おししゃべりしてますあとねめっちゃどうでもいいけどパズルのゲームにはまってるこれなんか前も言ったかもしんないけどただあの上からブロックが落ちてきて足し算をされていくっていうだけのゲームなんだけどなんかねそれが無性にね楽しくてあと結構あたその数字の計算をするから寝起きとかにやると頭が働いて目が覚めるんだよね。 だいたい朝起きたらお水を一杯飲みながらそのゲームをビーって一通りやってからよいしょってなんか動き出すみたいな, <laughs> なんかそれもあるんだけどとにかくなんかねハマってるしあと自分の中のハイスコアと戦ってるだけなの他の人とかは全然出てこないから自分の中のハイスコアをいかに越せるかっていうのをねただただずっとやっててでも何のプラスにもならないことだから。<ー> 時間の無駄だなとは思ってるまあでも何かその頭を働かすっていう面ではいいよね朝やるだけだったら多分いいんだと思うけどあとのなんか移動中とか本当はや,やんなきゃいけないことがあるのにそれでずっとなんか時間使ってる時とかはやばいマジ時間の無駄って思うそれはちょっとあの気をつけようと思いますはいということで サバ隊員募集のコーナーはい。このコーナーでは、サバ情報、サバへの愛なんかを皆様から募集して、サバ隊員に任命しております。えー、本日、サバ隊長はお休みでーす。えっ、ー、とですね、ではまず、インスタの紹介をしたいと思います。えー、サバ隊長がやってるインスタがございます。今回ですね、更新されているのが、サバとトムヤムくんの、 貝ですねこれはでもちょっとあの好きな人じゃないと好きじゃないって感じかもしれないからなんだけど「あのトもヤまくん」味のサバ缶を使ってます「サバ缶バー」っていう八戸のサバを使ったサバ缶を使ってもうそもそもトもヤまくんの味があってねスープだからすごい美味しいんだけどそれと一緒に野菜とあと納豆も加えたりとかしてチーズのせてチンして作ったんだよね。 ごく美味しいですこれもうそもそもこのサバ缶がまずは美味しいんだけどそこに納豆を入れるっていうねトムヤム君と納豆って私好きなんだけどもしかしたらいややめてって思う人もいるかもしれないけど私は結構好きなんだよねなんかあのこの癖のあるもの同士混ぜるっていうの割といいなんかそれこそ癖になる。 なんかね、うん多分でもこういうちょっと臭いなとていう人とかは <laughs> ちょっと苦手かもしれないけど <laughs> 皆さんぜひぜひ作ってみてくださいこんな動画もね載っているのでぜひアンコロロのサバ隊長のインスターフォローしてあげてください <laughs> さっきねサブさんサバ隊員ナンバー3番は「明日もうサバのおにぎりを用意してる」って言ってたね今週もねサいサバ,サバ隊員として活躍しています そうあとはこの間、あのー、私が言ってたあのサバのご飯のお店があるって言ってたでしょあの水道橋にある、えー、サバご飯の、えー、とサのサバショーだっけなそ,うそこのお店に行きたいってお話をしてたんだけどあの私が一緒にあの競輪の配信アプリに出ているあのゆずぱい、えー、井月あやなちゃんっていう女の子がいるんだけどその子がねこの間急に LINE してきて。 今ちょうどご飯屋さんの目の前を通ったらサバのお店だったから送っとくねっつって「くれたの写真と一緒に」そしたらそれがこの間言ってたそのサバご飯のお店だったから「おお!」って言って「これさいまだ最近割とできたばっかで私も行きたいなと思ってまだ行けてないとこだったんだよ」って言って「ありがとう」って言って。なので 勝手にゆずぱいはサバ隊員ナンバー16に任命しますあの久々にサバ隊員が増えました。ゆずぱいはこんなこと話されてるとは思ってないと思いますが、勝手に。もうね、次が16番だったかもね。なんちゃってなんちゃってなんちゃってじゃねえ。<laughs> なんて言ったらいいえなんで <laughs> えっと、怪しいところなんだけど <laughs> 何。なになんちゃってって、どっか出てきたんだろうね。 もう怪しいんだけど、まあ、16番ってことにしたくねそうだから嬉しかったねそうやってあのねあの友達とかね共演者のことがねサバの情報を送ってくれるっていうのは嬉しいですね皆さんもぜひぜひサバ情報くださいえー、とではでは少し早いですがアンココブックのーーナー、はい、このコーナーでは漫画大好きアンコロが毎週1冊漫画を紹介していますということで。 漫画はこちら。ザンキルアイキルアイキルアイです。<laughs> これはえゆ井美智子さんという方が書いている漫画で、えー、と私はガンマで読んでたんですが、まあ、いろんな何個かそういうアプリとかでは読めるものなんですけどこちら簡単にあらす女優と,、えー、とこの後ろの男の子が殺し屋の論で前にいるのがアナというヒロインの女の子なんですがえっ、ー、とですねこれ殺し屋なんですよねでこのアナっていうのがすごい、まあ、複雑な事情を があって、この殺し屋のロンと、まあ出会ってね。でもそん、そこでね、この目が青く、この表紙も描かれてるんだけど、アナは特殊な能力のね、目を持ってて、人には見えないものがね、見えるみたいな感じなんだよね。で、その能力に目をつけて、まあ、このロンと一緒に生活して、あの殺し屋の組織に、まあ入っていくみたいな感じの。 内容ではあるんだけどあのこれねあのあれなんですよねあの途中で打ち切られちゃった打ち切ったんですよねもうそれがすごい悲しく私めっちゃ好きで毎週読んでたんですけど急に更新がねなくなっ と思っったたら終わりだったんですよねんからちゃんと最終回ではなかったからうんと思って調べたんですけどなんかでも別にすごい人気があったみたいだしよく理由が分かんなかったんだけどなんかでも一説によると作者さんがもう書きたくなかったとか。 なんかいろんなね理由があるってまあ諸説ありみたいな感じでねまあ、真実はちょっとよくわかんなかったんですけどまあ、でもこの書いてるえゆいさんはあの別の漫画もねあのこの後に書かれてたりとかするのでうんすごいでも絵も綺麗ですしぜひぜひ皆さん見てくださいまあ、私結構こういう本当殺し屋とかの話大好きだよね <laughs> もうこのなんか毎週漫画紹介してるから大体好きなね内容がね バレ,バレてはいるとは思うんだけどこういう系のなんかちょっと毎回毎回いろんなミッションをねこ,のこ,こなしてくんだけどもちろんこの2人だけじゃなくて別のねその組織にいるボスみたいな人だったり、まあ、協力してくれる情報やとかいろんな人が出てくるんだけどみんなキャラも濃くてねすごい面白いしいろいろやっぱ男女だから恋愛的なこともあったりとかしてそれがまた。 楽しいですねあと最近ガンマでね読んで気になったのは,恨みはチャンネル恨み,みたいな,やつ <laughs> なんかタイトルからしてなんだこれって思って読んだんだけどでもそれは多分ねあのガンマでやってるやつじゃなくて他で多分連載してるやつをガンマで読めるみたいな形のやつだったと思うんだけどあのなんか有料だったからまだ途中までしか読めてないんだけどまあ簡単に言うと恨みがある。 えっと主人公の子がうーんとその過去にその恨みがある人に対してどん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 ,、うん、ん YouTube みたいな媒体を使って恨みを晴らしていくっていう、ね、内容なんだけど、まあ、でもやっぱすそのなんだろう,うーん恨みを晴らしていくって言ってもなんかきっとなんだろうなそのやっぱやってる恨みを晴らしてる側も。 最終的にあの何もないわけではなさそうな雰囲気がすごい出てたのでちょっと今後どうなるのかなっていうところであの有料になっちゃったからそこから「購入するか悩んでる」<laughs>「気になるこの続き!」って思うけどマジであのこういうの課金しだした沼じゃん。だからね悩んでるんだよね。あんまりあの単行本とかももう止まんないから買いすぎないようにこうね 自分との葛藤だよね。これは買うこれは買わないとかさ、<laughs> そこの線引きをしっかりしないと、マジでね、あの沼、やばいです。<laughs> 気をつけないとね、いっぱいお金使っちゃう。あとはですね、そうだね、もう漫画の話は終わりますが、<laughs> マーベルマーベルをね、ずっとあの最初から見てるよって話をしてたんだけど、ついにですね、あの、なんて言うんだ、シーズン3みたいな。 じゃあフェーズ3っていうのかフェーズ3みたいなところが今終わってあの今その順番内容ストーリーの順番でいくとあのシールドのドラマになったからね今シールドのドラマをね見出してるんだけどこれがまたシーズン7まであるんだね <laughs> めっちゃ長いやんと思ってびっくりした <laughs> まだ全然続きがあるからさ結構。 タンタンタンっていけるのかなと思ったらドラマ長いじゃんと思ってでも嬉しいんだけど <laughs> 全部をね見終わっちゃうとなんか悲しいっていう気持ちもあるから嬉しいんだけどでも長ーと思いながら今まだ エピソード1の56話目ぐらいまでしか見てないんだけどまあでも面白いねあのなんか本当それこそなんか深掘りだよね今まで起きてたことの裏側でなんかこう起きてるシールド側の物語的な感じで今までのこの出てきてない新しいメンバーとかがシールドでいるからまあなんかあなるほどなるほどって思って楽しいんだけどね。 ただ、だ。見るのは大変だ <laughs> なんかこの順番で言うとこのシールドのアニメの前にあのー、なんだっけキャプテンキャプテンアメリカのあのー、奥さんの話があったのちょっと出てこないんだけど名前が <laughs> そのドラマが始まりますってやったらまさかの1話で終わったの30分ぐらいの30分1話とかで終わったからあ こんな感じで進んでいくんだって思っちゃったんだよね。あれと思って。ああ、ありがとうございます。そうそう。どれだっけドラマ。えーっと。えー、っと、ファー、あ、これにはもしかしたら載ってないかもしれない。私が見たのが、スパイダーマン、ファーフロムホームまで今見たんですね。2023年。あ、結構最近なんだ。この辺まで見たんだよ。ファーフロムホームまで見て、 この次のでも「ノーウェイフォームスパイダーマン」の間にドラマがいっぱいあるみたいなんだよねそれのだからキャプテンアメリカの奥さんの話がまさかの1話30分で終わったからあこんな感じでトントンいくんかと思いきや突然次がシールとエピソード7ってきたからびっくりしたんだよねおおーと思ってもうか気になっちゃってるじゃんスパイダーマン見た後らしいだし何から次のあのの「ノーウェイフォーム」だっけそっち 早く見たいっていう気持ちになってたからあああと思ってまあでもこの根気がいるだろうし多分ねちゃんと見たらきっとこれも面白いからね。 少しずつ少しずつ見ようと思います、はい。ということであっという間に残り7分ぐらいになりました。では告知もしたいと思います。えー、っとこの間言ってたんですが「えっと、週刊新潮」が発売になりました。こちらの夫婦でのね結婚の慣れそめだったりが載っていますのでまだ読んでない方ぜひぜひ読んでみてください。 なんかねごめちゃんが教えてくれてたけど地方によってはね発売日が違ったりしてないよーって言われたんだよねごめんねもうでも多分今はどこでも買えるはずですので是非是非読んでみてください、えー、とあとは、えー、と私が出ている、えーと「ライガーチャンネル」こちらもねちょこちょこ更新されています私が出ている回も更新されていますので、えー、こちらも見てみてください、あのー、あと告知あるのは とりあえずそれくらいかなまた来週その辺は言いたいと思いますということでちょっと早いな <laughs> ちょっと早いなあインスタのなんかコメントも一応読んどこうねちゃんと見てないかったりするから私えー、っとあ大丈夫ですね追加は来てなかったですちょっとみんなちゃんとコメント送ってよ <laughs> はい。まあ、ということで、えー、今週のアンコロフェスはこれで終わりにしたいと思います。来週もこの時間に聞いてください。ということで、本日もエンディングテーマは、ジュニー一世で MUYM です。ありがとうございました。バイバーイ。 Ha. Yeah, yeah Ha-ha uh -huh. Yeah, yeah <laughs> okay. mm -hmm. To be just like you i know i used to be the same as you trying to find a one who can fill me but i know nobody can complete be me i just blame myself as in i was a runaway but then i met you here to bring me run right anyway if you're down this time so it's my turn to chill you up oh baby your touch your love your smile your vibe you made my time so toe. happy like i never felt before before. Nobody's gonna hold you down Nobody's gonna bring you down Nobody's gonna hold you down I wanna give it back to you When you're in the field Where you never been before, where the hell have you gone? Yeah, yeah, yeah. Oh, I can't find that light in your eyes. Oh, you can light the feeling inside. Oh, I know that you're not satisfied. Yeah, I'm not satisfied, you're not satisfied yeah. yeah. There's a lot of times you cannot sleep at night. Trying to figure out what's the best way to keep your mind. Mine, mama, mine, 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 mine. Off your problems with the wall and make your windows out. Nobody's, Nobody's gonna, gonna hold you it. down. body's gonna wanna hold you down say, i say, wanna give it back to, to you baby it.